お疲れ様でした。お疲れ様でした。さくらニュース放送直後のオアスタッフによるアフタートークでーす。よいしょ。よいしょ。ということで本編、はい、皆さん見ていただいたでしょうか。はい、僕たちに関するクイズを、そうですね、今日行いましたね。はい、これから1年間僕たちね、オアスタッフとして、はい、裏方やったり出たりですね。はい、なので僕たちのことをもっと知ってくれたらいいなと思っております。はい、はい、ということで今日ちょっと話したことがあって、あ、はい、なんかある、今日出た、はい、オアスタッフ7人もドラえもんのキャラクター。ドラえもん、そう、ドラえもん、急に、ちょっと例えたら誰がどの役なのかなっていう、ああ、確かに、だからちょっと僕たち2人で絵面持たないから、そうね、ちょっとナスさん来て、絵面が持たない、持たないね、僕たちより。はい、ナスです。はい、お願いします。お願いします。じゃあまず肝心なね、主役ドラえもん、ドラえもん誰かな。ドラえもん、これタネ先生混ぜる。でもどこまで混ぜる。そうそう、タネ、うん、さん、さん混ぜていい、あ、混ぜていいの、まあ、ドラえもん、何の混ぜたら、ドラえもん、ドラえもんは、ドラえもん、コロコネじゃない、コロコネ、まずドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、そうだね、イメージの人、なんでイメージかな、ドラえもんだって何でもね、何でも、何でも出すから、何でも出す、そうそうそう、確かに、金先生ドラえもん、ドラえもん、じゃあのび太くん、のび太くん、桜木やろ、桜木、桜木だろ、なんか複雑、特技があるの、すごい、のび太あやとり、ちょっと変わった特技持つ、はい、あ、そういうことね、あ、まあ、それはちょっと嬉しいな、特技何、特技何、特技、特技ね、 0.3 秒寝れるとかないの、ないよ、40分ぐらいかかる、寝れるわけ、そう、え、なんだろう、言われてみれば特技、あ、笑顔で人は、笑顔で人は、結構いい特技だ、嬉しい、伸びたくん、まだ桜木くん、はい、スネオくん、いや、そうですね、やだな、スネオやだな、ちょっとせいやだなと思う、せいやだな、いや、いや、もうなんだろうね、サイズ感、サイズ感、あ、まあ、身長にもさ、伸びたくん、そんな高くない、そうだね、僕スネオ、なんかスネオ、なんだろう、性格に部分じゃないけど、そう、性格じゃない、なんだろうね、なんかね、オーラがスネオ、なんかスネオ、スネオってどういうスネオ、お坊ちゃま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 、ぽいよね、消去法でジャイアン、あ、かわいい、じゃあ次いきますか、しずかちゃん、しずかちゃん、あ、なんか我こそはしずかちゃん、なんかマガリちゃんが手挙げてるけど、しずかちゃん、はい、じゃあ、まがりちゃんはしずかちゃん、はい、ありがとうございます、ちゃんと感謝する、なんかややこしいな、まがりちゃんがしずかちゃん、じゃあ、まだちょっと余ってるから、うん、何にも、じゃあ、できすぎくん、できすぎくんね、これ、生物関係なし、あ、もうなんだね、もうここまでじゃ生物関係なし、うん、ちょっと、あれ、あれ、できすぎくんがずりちゃんあげてるけど、そういうところ聞いてる、いや、やっぱり、できすぎくん、もうちょっと大きな声で言えよ。めっちゃ声発して。自信が。できすぎくんなら自信ないと思う。いや、できすぎだからさ。ね。片言。これあるのに慣れてないじゃん。じゃあ、ゼリちゃんできすぎくん。ちゃんと。ドラミちゃん。ドラミちゃん。ドラミちゃん。タネ先生の妹にあんのか。そうね。まあ、そうなると。そうなると。バスちゃん。でもなんか思ったのが、もう一個の枠ってジャイコじゃないかなと思って、あー、ジャイコ、なんかでも多分そのジャイコって話題出したら、多分ナスのこのドラミ消されると思ったの、わざと言わなかった、え、でもどっちもいけそう、いけそう、うん、いけそう、一個出しそうだし、絵描いてそう、あー、あー、メロンパン好き、そっか、じゃあもうドラミちゃんだ、ドラミちゃん、ドラミちゃんだ、ドラミちゃん、はい、ジャイコ、消去法で私になる。うんじゃないよ。じゃあワッキーを。ワッキーを。やだー。逆にタネ先生と妹。
もういいなぁ。将来の夫婦だから。やだお風呂のぞかれるな。でもドラムの羽根先生いなかったら、はい、あもうしおちゃんとだよ。あそうだね。あら大丈夫です。その未来を大丈夫大丈夫です。断る権利ない。未来を変えるの羽根先生。おぉ何苦手。確かに何苦手だろう。確かに。じゃあその伸びすけは、伸びすけお父さん。お父さ ん, 父さんすごい。息子もお父さんの伸びすけって、ね、はいはいはい。どんな気持ちしてるんだろう。自分の子供たちの息子つけてる。すごいね。ライブみたいな、そいつ。しかも小学校の友達だよ。とんでもねえよ。伸びすけ伸びすけいないじゃない。いない。不在。あ、カリアさん。あー、伸びすけ。お父さんまで出てきたんで、おばあちゃんか。あ、おばあちゃんね。おばあちゃん、はい。さん。おばあちゃ ん優しいから。はいはいはい。面倒見して優しい。確かに。はいはい。ゾウさん。こそドラえもんのお父さん。お父さん。お父さん。うちのドラえもんのお父さん。じゃあ黄色いドラえもんでいいか。あの、海の博士みたいな。あ、工場長。工場長。はいはいはい。なんでゾウさん。ドラえもんよりもすごいですよ。うん。もう、おわすを作った人っていうのね。確かに。笑いが。栗玉先輩は。はい。せわしくん。せわしくん。せわしくん。だって南蔵さんと未来から。おーすげえ。ちゃんと旋回して。なんかそれだったらクロミさん、ドラミちゃんはドラミちゃんで、だから未来から僕たち22世紀から僕たち21世紀もら受け継いだもんだから、ね、はいはいはい。で、タネ先生ドラえもんだからね、こっちに来た最初にいるから。すごい、なんか繋がってくる。繋がってくる。でもさ、桜木の子孫が国玉先輩なんだよ。逆じゃね。逆。俺がセバシになったらすごい、うん、こう綺麗にまとまる。綺麗にまとまる。じゃあ世話しで。じゃあ世話し。これもう一回したいね。もう一回やりたい。はい。ってことで次回はサザエさんで会いましょう。やるんだ。またせー。